皆さん、こんにちは。ブロガーの加速です。日本で冬のコロナ感染が非常に増えてますけれども、12月24日にですね、いよいよ東京が1000人という数字を出すんじゃないかというふうに思っております。なぜかというとですね、これね、東京、結構800人だ、500人だとかって毎回脅されてますけれども、東京都の集計方法や検査方式に問題があって、木曜日にいっぱい出るようになってるんです。例えば800人っていうのを超えたのは木曜日でした。だけれども、その週の月曜日とかは300人とか400人で半分ぐらいなんですよ。で、翌日とかはまたちょっと下がるんですよ。木曜日がなぜか、その検査と統計の仕方なのか、一番数が出るようになってるんですね。だから、なんか800人だ、1000人だとかって聞くとすごいように思われるかもしれませんけれども、前後はすごい減ってたりとか、月曜日とかはね、異様に少なく出るので、その半分ぐらいだったりみたいなことして、だから1週間で慣らしてみないとあんまり意味がないんですけれども、ただやっぱり数字って大きくなると、やっぱり怖がらせられる効果っていうのは絶大じゃないですか。だから結局慣らしてそんなに増えてなくても、木曜日だけ、月曜日の2倍ぐらい出るような数字の統計の仕方になっているので、多分このままでいくと12月24日1000人を超える可能性もあります。そうするとですね、やっぱり800人とか500人とかって皆さんね、驚かされて、大概驚かされたのは木曜日です。ですけれども、この1000人って出てきた時にやっぱりインパクトがあると思うんですね。冷静に考えてください。東京都の人口知ってますか？10万人とか100万人じゃないですからね。1400万人ですからね。1400万人いて1000人ですから、本当は別に大したことないって言ってはあれですけれども、ただ今までより、明らかに増えてるからインパクトがあるんですけど、それでもやっぱりその1400万人分の1000っていう数字を多くの人は見ずに、100人とかで驚いてたのに1日1000人って言って、3日後とかはだからもう月曜日とかになったら多分500とかに下がるんですけど、もうその1000っていう数字を見ただけで、もうずっと右肩上がりで、もう増えてるっていう錯覚をさせてしまう効果があると思うので、これ12月24日木曜日、これ1000人という数字をもし出してきたらですね、また小池都知事が大騒ぎして、もうロックダウンだ、オーバーシュートだ、ステイホームだ、なんだって言って、多分大変な大混乱が起きるんじゃないか。で、一方、別に小池都知事だけではなくて、やっぱりその数字に驚いてる国民とか、それを政権叩きに利用した野党とかが、何やってんだ、緊急事態宣言出せみたいな、政権のせいだみたいに、問題をすり替える可能性があって、もうこうやって騒ぎ出すと、本当に、緊急事態宣言を再びみたいな可能性が出てくると、もう2度目やられたら、多分結構高な方が、失業したりとか、もう給料が減ってもうどうにもならないとか、その経済的な面での困窮とか、あと精神面でのダメージっていうのが大きいので、何としてもこれは避けなくてはならないと思うんですけれども、そういう意味では、その1000人という数字だけで脅されて大騒ぎしないようにしてほしいんですね。1000人という数字が出たからといってずっと1000じゃないんですから。しかも木曜日は必ず出るようになってるんですから。その3日後、4日後とかは半分ぐらいに大概なってますから、その辺冷静には考えていただきたいんですけれども、やっぱり1000という数字は非常にでかいので、12月24日あたりからまたムードがガラッと変わる可能性があるということを皆さん念頭に置いていただきたいなと。一方、もう一つの1000という数字ですけれども、1ヶ月の死者数が、多分、2020年12月、日本のコロナの死者は多分1000を超えると思います。12月21日時点で800人で、現状今40人ぐらいずつのペースで増えてますので、12月24日東京1000人だって言った2日後か3日後、12月27、12月28日あたりに、またマスコミが大きく見出しで、日本のコロナ1ヶ月の死者1000人みたいなの出して、1000か、うわーって言って驚かせるという、この東京の線と
1ヶ月の死者数1000でダブルパンチで脅しをかけてくるっていう可能性がありますので、ぜひね気をつけていただきたい。1000ってまあ確かにすごいんですよ。4月とかね、4月5月が一番ひどかった時でも400、500ぐらいなはずなので、まあ、2倍以上ということになってますけれども、ただ皆さん毎年ですよ、毎年冬になると、だいたい1ヶ月ぐらい季節性インフルエンザで1000人とか死んでるんです。2019年の1月なんてインフルエンザで1600人だったかな、1900人だったかな、もうめちゃめちゃ死んでるんですよ。それで季節性インフルエンザで今月1500人の死者とか全然全くね出ないじゃないですか。だから1000っていう数字はそういう数字なんです。例えばヨーロッパ、もう本当にロックダウンしてひどいことになっているヨーロッパっていうのはもう2日ぐらいで1000人死んでます。日本の1ヶ月で1000っていう間にヨーロッパとかもう2日ぐらいでもう1000になってます。それが毎日続いてるんです。それはもう大変ですけど、30日で1000人と2日間で1000人出るのは全く違うんですけど、やっぱり、日本の現状を考えると東京の1000、それから1ヶ月の死者数1000、この2つの数字で脅しをかけていって、国民を怖がらせて、緊急事態宣言を出せ出せって言って、で幸いのことに、現政権、まあ、安倍政権の時もそうでしたけれども、まあそんなに大したことはないと。それよりもこれ出しちゃったら逆にそれこそ自殺者とか失業者とかそっちの方が大変だっていう認識を持っているので、多分みんなから出せ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 言われてもギリギリまで粘って、でももうこれ以上出さないともう周りがうるさすぎてもう出さないと支持率が落ちちゃうから出し方がなく出して、そのせいでお前が遅かったせいだっていう、GoTo と同じような全く関係ないのに、だから関係ないからやめてるのにそれを遅かったみたいなことを言うっていう、また悪循環のパターンになる可能性があるんですけど、まあ、本当にその1000という数字が2つ出るとこれ大きく、ムードが変わります。でいくら合理的にその1000という数字は季節性インフルエンザでも出てるんですよとか東京1400万人いるんですよって言っても、多分やっぱり1000という数字でメディアが怖がらせるインパクトってめちゃくちゃ絶大だと思うので、まあ、これを機に一挙に緊急事態宣言みたいなムードになった時にもうほとんどリアルで動けなくなる可能性もあるということを考えながら、まあ、仕事の仕方、活動の仕方をぜひね考えていただきたいなと思います。